Hey guys! モンスタージョン TV! はじめましてモンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは、インガスだ！それではやっていきましょう。今回はでございますけども、愛知県。燃えておりますね。とにかく愛知が燃えている。ちなみに愛知出身です。愛知出身なんですけどもね、まさかこの愛知の大フィーバーについて話をする時が来るとは、ということでね、コロナビームということで、はい、コロナビームをね、発射する方がいたりとか、俺はコロナマンだって言ってこう現れるやつもいたりとかね。愛知どうなってるんですか。ちょっと今回はね、その件についてお話をしていきたいのと、あとは俺コロナマンだぜみたいな感じで言ったやつがその後どうなったのかっていう件についてお話をしていきたいなと思います。まあ今回ね、新たにこの愛知問題がピックアップされていて、で連日でなんか毎月数件ぐらいは俺コロナだぜとか言って現れるやつがいたりとか、まあことの発端はガマゴーリだよね。ガマゴーリのキャバクラだっけかに行ったおっさんのことをなんか皮切り的にバーッと始まっていったっていう感じでございますけども、まあ要するに俺コロナだぜって言って言ったりとか、まあそのおっさんの場合はまただいぶあかんかったやつなんだけども、そういったのが流行っている、流行っているっていうね。なぜそんなことをするのか、これに関しては理由は正直全くもって意味が分かりません。一つのパターンに関しては悪ふざけが一つなんだけども、ただそのおっさん方の悪ふざけはちょっと理解に苦しみますよね。若者に関してはなんかバカ者で終わるんだけどさ、おっさんの悪ふざけって何なのっていうさ、なんならガチなのっていうか、ガチだったらどういうあれなのみたいなさ、すげえ不思議なんだけども、いずれにしても本当にね、愛知やたらそういったやつがね多発しているんですよ。でちょっとまとめている方がいたんでね、見てみると、まず3月4日愛知県蒲郡市コロナウイルスを移しあるっていうね、この方はその後亡くなりました。まあこれに関してはね、同情の声は全くもなかったんですけども、これはもうどうしようもないですよね。でそこからの4月26日愛知県名古屋市ということで、俺コロナなんだけど、いやいやいや帰れよっていうか、お前どっか病院行けよっていう話になってくるわけじゃないですか。何しとんねんっていうね、コロナなんだけどじゃねえよっていうさ、何の報告ですかみたいな感じでございますよね。で今度は3月29日名古屋市でまた、コロナビームって言ってね、コロナビームをぶちかましたバカ誰がいると、で俺コロナだよっていう風に言っていくやつもいて、で4月7日には俺コロナっていうやつが現れて、で翌日また自分がコロナだっていうやつが現れて、でさらに4月17日またコロナですっていう風に言っていくやつがいて、なんでそんなにね自己申告わけわからんことしたいんですかっていうね、謎なプレイが流行っているんですけどもね。で5月11日これまた自身がコロナであるっていうことを言って、そして今回トレンドに入っている新たなやつでございますよね。客引きをしているアルバイトの兄ちゃんがどこかのお店に行こうとした人に対して、あ、そこのお店コロナだよ、やめときなってことを言って自分のお店に連れて行くっていう、いやっていうね、どういうことやねんっていう感じでさ、まあ客引きの方がね、そういう風に他のお店のことをどこかにじゃ行こうとしているのであれば、こっちに引いていくみたいな、自分のところに引いていくっていうのはまあ良くないんだけども、まあ結構ある話なんだけども、まさかのどっかの店をコロナだっていうのは大問題じゃないですかっていうところで、何を考えてるんだっていう風に思うわけでございまして、でもう一個思うところとしては、その客引きっていうのもどこまでの範囲でやってるのかなっていうね、これに関しては一つの問題としては、まあこのコロナだっていう風に言っていく、これだいぶな怒りポンチなんだけども、よく街中で客引きはあかんですってこう流れてたりとか、ついていかないでくださいっていう風に思いっきり流れているんだけども、客引きの方がたくさんいるじゃないですか。なんでそれって取り締まらないのかなっていう風に思ったりとか、なんかちょっとね疑問は無限に出るんですよ。で今回の件もそういったので大丈夫なのかなとか、まあいろいろとね許可だったりとか何かしらあると思うんだけども、それにしてもなんかそういったところにもね、ちょっと僕の不思議っていうのは派生していくもので、やはりね繁華街を歩いてみるとずっとやっぱそういったの流れてるんですよ。客引きはいけませんって言って、いけませんって言いながらめっちゃいるんですよ。なんでいるのっていうさ。で警察ってやっぱなんか転嫁席にね、いろんなところでスピード違反のあれやってるんだからさ、そこに行けば転嫁席すごいじゃないですか。こっちに行って捕まえて、こっちに行って捕まえて、こっちに行って捕まえてって言って、そのストリートを歩くだけでもう何人捕まえられるっていう、そういったレベル
だよね。まあ許可取ってるのであればそれはいいと思うんだけど、でもそうでないのが結構いるんじゃないのかなというふうにも思えたりとかね。まあちょっとねそこら辺の疑問とかにも行くんだけども、いずれにしてもなんか愛知がちょっとね悪目立ちしてしまっているので、これはよろしくない流れなのかなと思うんでね、あのこの動画をあえて出しておりますけども、あの普通に考えてよくないですよまあ多分ね、あのそんなことをやる人っていうのは普通あんまいないんであれなんですけども、ただそういうことをやってしまうとすごい代償が返ってくるんですよ。で今回ね、あのニュースにもなったんですけども、そういう風に俺コロナだっていう風に言ってで捕まってしまった、捕まって出てきたんだけども、とんでもないお金を請求されたということでまとめられている方がおります。でこれに関してはなんで今回こういう風に話したいかというと、まあ正直俺コロナだぜって言いに行くバカは少ないのよ。で生きてればもちろんなんか頭のネジ外れたやついるから、それをなんか全て止めようぜっていうのは正直不可能なんですよ。もう人間にあらずみたいなバッタみたいなやついるからどうしようもないんだけども、ただそこから繋がってくるのがバカッターなんだよね。バカッターに関してはわりかしなんか知らずに上げてしまうというか、あのノリで上げたものが実は世間一般ではもうとんでもないね、よろしくないことだったっていうのはまだあるんで、でこれはそれにつながる話ね。で今回ので言えば、あの一人の男性がそういう風に俺コロナだっていうことを言ってお店でね、で捕まりましたと。でお金を請求されました。これ結構なね話なんですけども、事の発端はこの男性はまあ軽いノリで冗談で俺コロナなんだわっていうことをまあお店で言ったわけでございます。その結果捕まりまして、で1ヶ月ね、留置所にぶち込まれまして、でそこから働いていた会社はクビになりました。で損害賠償を払えっていうふうに来ました。結果としては店への賠償金83万円を払いますと。そして保釈金も合わせて約230万円を母親が全額工面というね、もう母親が払ったっていうところがなんとも悲しい。そもそもその情報がね捕まりましたんで母親に連絡行きます。お宅の息子さん実はですねって言って話を受けた母親の気持ちはね、嘘やろみたいなさ。でさらには多額のお金を払っていく、まああの後で返していくと思うんだけども、多分ね。だけどもきついじゃないですかね。やっぱいかにこう親孝行をしていくのかっていうのが我々の大事なところになるわけで、その大人になってからも親に迷惑をかけてしまうのはちょっと良くないのかなと思います。でこれに関してはまあまだ若者だと思うんですけども、大人っつってもね。だけどもやっぱこれをおっさんとかがやってると、お前大丈夫かっていうさ。で一時期テレビで若者が外に出るからこうコロナが流行ってるとかね、インタビューとかでね、街中でこうおっさんたちに聞いて、若者がやっぱ悪者だみたいなことを言うんだけど、今お前どこでインタビュー受けてんの、外やんけみたいなさ、ツッコミどころ満載のね、展開があったわけで、なんかちょっとね、表現難しいんだけども、やっぱ別に年齢じゃないと思うんですよ。なんか若者だろうが年いってはなんだろうが、しっかりしてる人はしっかりしてるし、でしっかりしてない人はまあ結局年齢問わずしっかりしてないんだよね。だからこそ自覚っていうのがすごい大事だと思うんですよ。でまあ難しいんだけども、その年いってる世代に関してはやっぱテレビだけを見るっていう傾向があったりするんで、もうちょっとなんかこうネットを見てほしいなっていう、ネットの意見も見てみたりとか、人の意見も見てみたりとか、僕自身が特にそうなんですけども、僕って誰も信用しないんですよ。自分含め自分の意見すら僕は信用しないんですよ。でちゃんとそれが本当に万人の考えるね意見なのかっていうのを自問自答したりとか、人に意見を求めたりとかっていう風に僕はするんですよ。例えばツイッター1個にしてもそうなんだけども、僕はやっぱちょっとしたツイートをするにしてもやっぱ確認を重ねてっていうのをやるわけでございます。やっぱそういう風にしないと、もちろん炎上してしまう流れもあるし、本当にねそういったのって大事だと思うんですよ。だからみんながみんなでそういった意識を持つ必要がある。でそういった意識を持つことによってこのバカッターっていうのが防げる。でバカッターっていうのは今回の俺コロナだぜっていうのと本当に紙一重です。この若い兄ちゃんがやったことはまさにそれですよ。なんかお店も仲良かったらしいね、よく行ってるお店で、で店員さんに俺コロナやねっていう風に言うわけですよ。いやってコロナみたいなさ、で時期的にもコロナ目の前にいたらもう自分かかったやんけってやっぱなるんですよ。もうそうすると店員さんはもうパニックだよね。でさらにそれをお店に言うわけじゃないですか。今お客さんがいました、僕が対応した、お客さんコロナって言ってました、いや君は今もらってんじゃないのってなると、今度は他の店員さんもうわーってなってしまうし、で今度はねお店を一回止めないといけないわけじゃないですか。保健所来てもらったりとかっていろいろとやらないといけないっていうのでとんでもない損害が出てしまうというね、安易に考えられることです。だけどもやっぱノリでそういう風にね動いてしまうっていうのはよくあること。それがバカッターと通ずるところでございます。だから一つの確認でそういったのって全部防げるんで、常にツイートする前に考えよう、これ大丈夫かな、本当に大丈夫かなっていう風に考えて考えて考えて
そしてその果てにツイートをするっていうね。やはりどんどんネット社会になっているわけで、自分のやったこと一つでそれがずっと残っていくっていうね、書いた一つのことが無限に残っていく。そしてやはりついて回るのが損害賠償です。これに関してはメディアがね、何でしょう、悪いニュースを流すのが好きなんだから、その後の状況も伝えたらいいじゃないですか。僕ね、テレビに関して本当にそれ思うんですけども、バカッターが現れましたっていうことをやっぱ出すわけで、なんか変なことしてますみたいな、冷蔵庫の中に入りましたみたいな、それ流すのはいいんだけど、その後追えよっていう話なんですよ。別に実名出せとかあれやこれやしろっていう話じゃなくて、その後を追っていくら請求されたのかっていうのを見せるべきなんですよ。そうするとバカが少なくなるわけじゃないですか。でそうするとお店側も結構訴えてるんだっていうのが分かるし、で他のお店もそういうのされた時に、あ、じゃあもう訴えてやろうっていう風になるんですよ。そうならなあかんのですよ。なんかお店が訴えたら負けみたいなのはないと思うし、悪いことしてるんだからそれは訴えろよって話なんですよ。でちゃんとそれを世間に知らしめるっていうのはすごい必要だと思います。それを知らないからこそみんなやっぱやっちゃうっていうのもあると思います。やっぱ人はこう間違いを犯してで覚えるものでもあるし、そして人の間違いを見て覚えるものでもある。やはり後者が大事だよね。人の間違いを見て俺はもうこういう風にしないでおこうっていうね、もちろんいい面も見ていい面で学んでいく、悪い面も見て悪い面でも学んでいく、そうはならないようにっていうね、それがすごい大事だと思います。まあ今回に関してはまさにバカッターの流れと変わらないなって思うのと同時に、ご年配の方がね、同じようなことをやっていたりとか、なんか荒ぶってるのを見ると、まだ大丈夫かっていうふうに思うわけでございます。今の若者はとかっていうふうに言う方がね結構多いわけでございますけども、それこそ俺も平成生まれなんだけども、やっぱ平成っていうだけで昭和の生まれの方に舐められるというか、そういったのがあるんですよ。だけども時代はやっぱ変わってるわけですよ。例えばやっぱその昭和になかったものが平成にあって、その分その情報力っていうのがあるわけだから、結構情報収集能力っていうのはね、若くしてみんなあるんですよ。でさらにやばいのが令和なんだよね。令和とかに入ってくると、俺の生まれた時にはなかったようなものが当たり前のようにあったりとか、スマホにしてもそうなんだけども、ググレ化を徹底的にやれるっていうね、本当にね、時代は変わっていって、そのいろんなツールごとに人もレベルアップしてるんですよ。だからなんかこう若者を舐める風潮ってのは本当にやめた方がいいというかね、俺はやっぱ今の若者っていうのは自分自身よりも圧倒的に知識があるっていう風に見ているし、それが普通です。だからこそいろんな奴らが足元救われるんですよ。ざまあ見ろと俺は思いますね。若者舐めんなって本当にそれでございます。でこの若者っていうのはもう年齢関係ないですからね、10代だろうが小学生だろうが何だろうがやるやつはやるからね、それを本当にね、みんな学んでいくべきだなっていう風に思います。改めて今回はこんな感じでね、この愛知がフィーバーしているということで、僕も愛知出身なんでね、お話をしてきました。でやっぱね、愛知はこういうことが結構ピックアップされることはあるんですけども、まあね、やっぱいろんなところであると思いますよ。だけど話題的にはね、愛知が続いているんで、まあそれをね、ニュースでバーッと流した方が面白いということで流しているのかなっていうふうに思います。別にみんながみんなでそういう人じゃないですからね、本当にいろんなすごい方がいるわけでございまして、素晴らしい方々がいっぱいいるのが愛知です。だけどもちょっと今はね、タイミング的にはそういったバカがねピックアップされまくっているというね。でそれのせいで愛知の名前を下に落とさないようにしてください。バカ今やると本当に迷惑でしかないんでね、やめてください。はい、ということで今回この辺で終了していきたいなと思います。改めてみんなね、これは本当にバカッターにね繋がるところなんで、1個のツイートする前に考えましょう。そして1個の行動する前に考えましょう。やっぱみんながね、いろんな間違いを犯していこう今日に至るわけでございますけども、ただその間違い1個でとんでもないことになってしまうのかもしれない。だからこそ今ネット社会なわけでございますから、人が何か間違いをしているのであれば、それを見てよし、自分は絶対にやらないようにっていうふうに思うことがめちゃくちゃ大事だと思います。そして一番大事なのはこのコロナの問題、今そういったねバカ出ておりますけども、何より問題なのはまだまだその治療薬的なものがね確立されてるわけではないので、変に外に出ることはやめましょう。今どんどん感染者がねこう少なくなっているって情報出ておりますけども、それが本当に全ての情報なのかっていうのは本当に精査しないといけないと思いますので、無駄な外出はやめて、みんなで健康に最高の明日をつかみましょう。 OK ですか？ということで最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなくでございます。 OK ですか？それではじゃんけんタイムいきましょう。最初はグーインガザーラシェットでピーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!